星の子チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アクア役の大塚武雄です。ルビー役の井駒ゆりえです。いや、まあ率直に嬉しかったですね。嬉しかったですし、ちょっとこう、まあオーディションの感覚的にはあんまりこう、なんだろうな、手応えが感じられなかったというか、ちょっと自分の中ではどうなのかなって分かんなかったんですけど、まあでもそこから、まあちょっと、しかも期間もちょっと空いてたんで、なんかすごく不安な気持ちのまま過ごしてダメだったのかなって思ってたところで連絡が来たんで、嬉しかったですし、ほっとしたっていうのが、まあまず最初に感じましたね。仕事に向かう途中で電話がマネージャーから来て、本当にこう仕事に入る直前に電話が来たんで、それで合格しましたっていう、こう連絡だったんで、なんかすごい僕はふわふわした気持ちのまま現場に入ったのを覚えてますね。いや、オーディション受かったってご連絡いただいた時はもう本当にこんなことがあるのかって信じられなくて、私も電話で受かりましたってご連絡いただいたんですけれども、何を言っているのか分からなくなったっていうのが一番初めのなんかこう思ったことというか感じたことでしたね。でも頭が真っ白になるんですね、人間って。何か衝撃的なことが起きると。でもその後こうじわじわとすごい嬉しいなって気持ちと、やっぱり自分も大好きだった作品なだけあって、こうその作品のルビーちゃん演じられるっていう責任感もすごく感じましたし、もう一回読み直しました原作を、はい、すごい嬉しかったです。顔ですかねいや、確かにもう間違いなくね、見た目は本当にかっこいいですし、うんうん、まあ、ルビーもね、かわいい、本当にね、遺伝子を受け継いで、その難しいな、普段やっぱりこうここが魅力なんだよなって思いながら演じてるわけじゃないから、いざどこが魅力ですかって聞かれるとちょっとこう悩むところではありますけども、なんだろうな、こう時々その五郎の人格が出る、強く出るところとかは、なんかこう普段のクールではあるけれどもちょっとおっさん臭いみたいな、アクア、なんかそんなのがちょっと演じながら面白いなとは思ってたりはしますかね。アクア、そうですね、顔以外で封じられました、それをただ、うん、なんかここがいいなって思うのは、うん、やっぱりすごい冷静に、まあ、精神年齢というか、うん、その外側は若いですけれども、うん、やっぱりこの大人の男性の精神も持ち合わせているところはあると思うので、うん、なんか結構すごい周りを見て動いているなっていうところは思うんですけれども、それがいいのか悪いのか、彼にとっていいのか悪いのか、また周りにとっていいのか悪いのかっていうのはわからないですが、うん、まあなんか難しいですけど、難しいギャップがあるなっていうところは、なんかこうキャラクターとして魅力的だなって思います。でもあれだよね、うん、同世代からモテるタイプだよね。いやー、ルビーちゃんいいですか、言っても。どうぞ。顔ですね。あやっぱりその出ました。顔はやっぱり外せないというか、いや、もう間違いない。この作品を通してもこのアクアとルビーの顔の良さっていうのは大事な要素でもあるし、確かにバーって出していきたい魅力の一つでもありますし、うんうん、やっぱり中身的にも本当にいい素敵なところがいっぱいあって、うん、こうアイドルになりたいっていうすごい強い気持ちがあったと描かれていたと思うんですけれども、なかなか人間こうやって夢にまっしぐらにこう突き進んでいけるっていうのは、うん、なかなかないというか、そういう風に生きてる方ってすごく魅力的だなって思いますし、うん、なんかずっとこのポジティブなイメージを持ってやりたいことをやっているところ、まあ、やっぱりその前世の記憶とかもありますけれども、うん、それを踏まえてでもなんかこうまっすぐにやりたいことをやって生きているっていうのがすごく魅力的だなって思います、うん、はい、ね、前世がね、うん、なかなかこう、はい、自分の動きたいように動けなかったし、やりたいこともできなかったっていう、ね、サリナは結構ゴローと話してる時にこう明るい表情だったりもするけれども、結構やっぱり重いものは抱えていたと思うんですけれども、それがね、こうなんかルビー
に、まあ、生まれ変わってというか愛の子供としてルビーとして生まれて、そこがこうポジティブな方向に行くっていうのがすごくこう、あ、いい子だなっていうふうにはやっぱり思いますよね。うん、できなかったことをやりたいっていう欲がもちろんあったのはそうなんでしょうけど、なかなかやっぱりずっとその暗い気持ちを抱えていてもおかしくはないぐらいのやっぱ重いものを抱えていたと思うんで、それがやっぱルビーになって明るくこう元気爆発で、まあ、ちょっとおバカで、そうですね、アホっていう、いい意味で ね、そう、周りを明るくするおバカさんな感じが、はい、なかなかあんな人はいないだろうけど、でも周りにいたらすごくなんかね、本当に人を寄せつけるような、子なんじゃないかなっていうふうに思いますね。え、わかりますか？いや、ないでしょう。ほう、その心は あるかなかなか共通点って見つけるの難しいですけどね、今後の話数のセリフでは多分あると思うんですけれども、その先ほど言ったちょっと五郎のちょっとこうおっさん臭い部分みたいなのが出てきた時に、僕なんか最近ちょっと共感できるなみたいな気持ちにはなったりしますけどね。どの部分ですか？気になりますね。私は後で教える。じゃあ楽しみにしてます。ルビーちゃんと似てるというか、なんかそれを持ち合わせていたら嬉しいなっていうのは、こうやっぱりそのパワフルさというか、いや持ってるエネルギー、やったエネルギッシュなところはやっぱりこう持って生きていきたいなっていうのがずっとあるので、持っていけるようにルビーちゃんを見習って、もっともっとパワフルに生きていきたいなって思ってます。いや、愛ちゃんの存在はさ、まあ、はい、ね、もうあれだよね、二人にとって本当に愛が全てというか、本当にそうです、うん、愛が全てですよね。そのでも、いや、いい言葉が、ね、うん、二人の中にいる愛の存在の大きさっていうものはもちろん本当に二人ともすごい大きいものだけども、でもそれぞれの感じ方っていうのがまたちょっと違って、ね、1話の最後も減ると変わってくるっていうのが、まあ、また面白いなっていうのはね、思うよね。思いますね。こう1話で愛はいなくなってしまいますけれど、この愛っていう存在がやっぱりその1話以降も物語を動かしているので、なんか本当に全てであり、愛という圧倒的な存在だなっていうのは、こう高橋理恵さんが演じられてるのを見ても思っていましたし、こう映像になって見ても圧倒的だなって思います。インタビュー続きもよろしくお願いします。ます。